演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらカルディの47都道府県代表お菓子、高知県代表札幌ロボルトつぶつぶベジタブルゆずポン酢味を食べたいと思います。カツオのたたき味のポルトチップスとかじゃないんですね。ポン酢はまあ自分も使うことはなくはないですね。さっぱりいただきます。では見た目は普通の札幌ポルトですね。香りもそこまでするわけではないですが、いただきます。わわ、結構ゆずの酸味が効いてるな。こういうさっぱりいただけるのっていいな。一口目を食べた瞬間から柚子の爽やかな酸味が口の中に広がってきて、ポン酢のちょっとした醤油の風味も感じられて、とっても美味しかったです。酸味で最後までさっぱりいただくことができる札幌ポテトでした。通常版とはまた違う美味しさをはっきりと感じることができて、とっても良かったので、こちらの点数とさせていただきます。こういうのを待ってましたって感じですね。それでは森林浴、神経性胃炎や治っても、胃が痛くても森林浴ですっきりリフレッシュしてきたらいいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただき、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。